21号では右肩と頭部の組み立てを行います。金剛のパーツを確認しましょう。肩角度調節パーツ21-2の背面側4つのスタッドの側面に接着剤を少量つけ、肩パーツ21-1の4つの穴に合わせ接着します。反対側も同様に肩接続角度調節パーツ21-2右肩パーツ21-1の反対側のくぼみにはめ込み接着します。ランナーから2つの下顎ジョイント部カバーパーツ21-5を切り離します。20までで組み立てた頭部を用意します。顎ジョイントカバーパーツ21-5の裏側のスタッドに接着剤をつけます。この時21-5のへこみ部分に接着剤がつかないようにしてください。顎部のネジが完全に締まっていることを確認した後、下顎上部のくぼみにあるネジとワッシャブに21-5を接着します。反対側も同様に21-5を接着します。前の棒までで組み立てた頭蓋骨部を用意します。頭蓋骨上部の2箇所の穴に長い方の金属シャフト21-3を差し込み接着します。頭蓋骨下部の2箇所の穴内側に接着剤をつけ、2本の短いシャフト21-4を接着します。下顎部分と頭部パーツを合わせます。顎の固定部分を確認してください。この時ケーブルは頭部の後ろから出るようにしておきます。頭部後ろ側からシルバーのネジ21-6で2箇所固定します。以上で金剛の組み立ては終了です。22では顎へのパーツ追加と眼下パーツを頭部に組み込みます。金剛のパーツを確認しましょう。
ランナーから22-2、22-5のアゴブパーツを外します。右アゴパーツ 22-2 の端にあるブラケットを右アゴパーツ 22-5 の中ほどにあるタブに合わせます。ピンセットでアゴパーツ接続ピン 22-6 を挟み 22-2 22-5 を合わせた穴に差し込みます。ピンの端がジョイント部の中にぴったりと収まるように差し込んでください。21までで組み立てた頭部を用意します。右アゴ接続パーツが頭部アセンブリアゴ側面にフィットしていることを確認し、接着剤で固定します。ランナーから 22-3、22-4 のアゴブパーツを外します。左アゴパーツ 22-3 の端にあるブラケットを左アゴパーツ 22-4 の中ほどにあるタブに合わせます。右アゴ同様にピン 22-6 を固定します。左アゴ側面のはめ込み位置を確認し、接着剤で頭部左アゴ側面に固定します。10号で組み立てた眼下部分を用意します。頭部側面のくぼみに合わせてはめ込みます。この時接着はしません。以上で金剛の組み立ては終了です。23号では右肩関節部を組み立てます。金剛のパーツを確認しましょう。21で組み立てた右肩アセンブリと22に付属していた肩パーツ22-1を用意します。右肩パーツ22-1に右肩パーツ23-1をはめ込みます。この時23-1の外周の刃がパーツ
22の位置のくぼみに合っていることを確認してください。22の位置の3つのネジ穴と右肩内部パーツの穴の位置を映像のように合わせてください。組み立てた右肩部を裏返し、20位置で組み立てた右肩アセンブリの穴の位置を合わせ、ネジ23の3、2本で内側から固定します。以上で金剛の組み立ては終了です。24号では手部分と右腕を接続します。金剛のパーツを確認しましょう。ボールジョイントパーツ24の2と24の3を合わせ、頭が丸いネジ24の6で固定します。15までで組み立てた右手部分を用意します。手首側根元部分にある大きなボールジョイント穴を確認し、ボールジョイントのペグをはめ込みます。手首部分内側のネジ穴を確認し、頭が平坦なネジ24の5で固定します。15までで組み立てた前腕部を用意します。大きなソケット1箇所と3つの小さなソケットを確認し、手首側のボールジョイントにはめ込みます。ランナーからコネクターパーツ24の4を切り離します。腕のスプリングを手の付け根の穴に通します。この時スプリング同士が交差しないように注意してください。手首に通したスプリングの先端へ接着剤を少量つけ接着します。スプリング先端につけたコネクターパーツを手のひら部分のくぼみ位置に合わせ接着剤で固定します。残り3本のスプリングも同様の手順で手のひらに接続します。
以上で金剛の組み立ては終了です。アッシャー。